皆さんこんにちは。今日はブラレール65周年記念ブラレールスタンプラリー2024、こちらをやってきたので、その模様をお届けしたいと思います。今日もよろしくお願いします。今回のスタンプラリーは大正駅22駅のうち10駅行けばいいというルールになっています。10駅ですから十分1日でも行けるのかなというふうに思いますよ。まずは品川駅にやってきました。スタンプラリーの台帳をいただいて一つ目のスタンプ、品川駅を押したところです。新幹線コースと10駅コースっていうのがあって、10駅コースでは10駅集めると新幹線のラバーキーホルダーもらえるんですね。はやぶさと小町とシークレットっていうのがあります。さらに抽選で山手線のプラレールがもらえると。新幹線コースの場合は福島駅、軽井沢駅、越後湯沢駅、この3つ一つでも行くと必ずプラレールがもらえるみたいですね。駅はこんな感じ、大正駅が散らばっています。22駅あります。10駅行くということですから、必ず改札の外に出なくてはいけないっていうのもあるので、特内パスおすすめかなと思ったんですけど、特内の駅だけだと意外と8駅しか行けないということが分かりました。なので一番のおすすめはこちら、モノレール&特内パスになります。モノレールも乗れるんですね。東京モノレールの大正駅は天王洲アイルと羽田第二ターミナルということで、2駅追加されて10駅ぴったり行けるということになるんですね。特内パスは760円、モノレール&特内パスは1350円ということで600円ぐらい上がるので、あんまり使ったことがない方も多いんじゃないかなと思うんですが、モノレールだけの1日乗り放題券買ったとしたら1000円以上するみたいなので、十分お得なんですよね。こちらの券は土日の利用期間ということになっています。ただの特内パスはいつでも使えるんですけど、モノレール&特内パスになると少しそういった制限があるみたいですね。さて、品川駅の次にやってきたのは浜松町駅。浜松町では東京モノレールの始発ですから、ここから乗っていきたいと思います。まず乗り込んでいくのは空港快速。こちらに乗ると空港までノンストップで行くことができます。今途中駅結構ねあるんですけれども、開業当初1964年のお話になりますが、その頃はまだなかったんですね。途中駅自体が存在していませんでした。15分ほどで浜松町と羽田を結んでいたそうですよ。浜松町からしばらくは、ね、山手線と並走という形になるんですが、この辺りから芝浦の辺りからぐーっと走路を変えて空港の方へと向かっていきます。この辺り芝浦の辺りも、ね、結構会社とか、あと芝浦アイランドっていう大きなマンション群があるので、駅がないのが不思議なくらいですね。浜松町から天王洲アイルという次の駅までは結構距離があります。天王洲アイルは品川とかの方ですから ね、この辺全部すっ飛ばすっていうのがね印象的だなと思います。モノレールはだいたい4分間隔というね印象がありました。空港快速、区間快速、そして普通っていうのがあって、それが順番に来るっていうイメージだったんですが、いつしか区間快速はほとんどないという状態になってるみたいですね。朝の時間帯とかは普通が結構多く走っています。通勤路線としても大活躍なんですね。途中駅は特に住宅街というよりは会社が多いのかなという印象がありますね。羽田空港が近いですから、地の利を生かした会社が多くあるイメージです。運送会社とかね。この線路は新幹線が通ってるのよく見ますね。ドクターイエローとかも通ってるのを見ます。この先に車両基地があるので、そこに新幹線が向かっていくっていう光景がね
あるのかなと思いますよ。さあ、空港快速に乗りましたので、第3ターミナル、そして第1、第2と行きます。終点の第2ターミナル駅までやってきました。もともとは、ここはね、終点のさらに奥ということなので、追加された駅になります。プラレールスタンプラリーということで、プラレールが置いてありました。自動で走るのすごいですよね。山手線の他に、東京モノレールもあるんですね。ちゃんとモノレールの形をしています。私もいつか趣味として部屋にこういうの置きたいなと思いますね。大迫力です。さあ、2個目のスタンプを押していきましょう。羽田空港第2ターミナル駅です。さあ、乗り放題券買っていますから、そのままトンボ帰りで天王洲アイル駅にやってきました。声に出して読みたい駅名、かっこいい駅名で上の方に来るんじゃないかなというふうに思います。天王洲アイル、特徴的な名前ですよね。やってきました。3つ目のスタンプです。順調ですね。天王洲アイル駅押していきました。土日ということもあって、かなりお子さん、ファミリー多いなという感じがいたしました。私も邪魔にならないようにスタンプをね、ちょっと空いたタイミングで押させていただきました。こんな橋とかも作れるんですね。電車が動いているのをじーっと疲れた時とか眺めていたいなと思います。こっからは都内なんで楽勝かと思ったんですが、東京駅すごい人でした。かなり待ちますね。スタンプ待ちっていうのが発生するんですね。これはちょっと盲点でした。と言ってもスタンプを押すだけですから、すぐに順番が回ってきました。その後、水道橋上野と来ましたよ。水道橋だけね、ちょっと総武線というところなんですが、東京から上野に行く間でね、行ってしまいました。中央線使って総武線で戻って、秋葉原から上野、そして上野から赤羽は東湖本線、宇都宮線か高崎線、どちらか乗ってしまえばあっという間ですからね。ついでに駅タグでスタンプも集めていきたいと思います。赤羽からは埼京線に乗って池袋にやってきました。池袋も結構人いましたね。22駅あるうちの10駅ということなので、選ばれない駅とかね、行きにくい駅とかは人があんまりいないかなというふうに思います。私は特内&モノレールなんで、特に混む駅に行ったんじゃないかなと思います。同じ考えの方もね、いらしたと思うので、ここからは湘南新宿ライン、もしくは埼京線、そして山手線を駆使して新宿恵比寿とやってきました。ここまで来ればもう10駅は達成です。スタンプを集めるのがね、50駅とかだとかなり大変なんですが、10駅だと飽きずにできていいのかなと思います。ゴール店舗にやってきました。いくつか指定されたゴール店舗のニューデイズ、10駅スタンプラリーをしたスタンプ帳と600円の購入をすると、こちらのラバーキーホルダーがいただけます。店員の方に5個こう手を持った状態で、どれがいいですかっていうふうに選ばせていただいたんですけれども、あえてね、隣のを取るということをしました。1200円分購入して、2人でね、参加したので1人1個もらえるということになります。ニューデイズはパンが魅力的ですね。あとおにぎりも魅力的だなと思いました。1200円分楽しく買い物を済ませて、スタンプ帳をお見せして、こちら、いただくことができましたよ。さあ、どうでしょうか。こちらはラバーキーホルダーと、あと山手線のプラレールの応募できるシリアルナンバーが書かれています。ラバーキーホルダーは、はやぶさ、こまち、あともう一つシークレットって言ったんですけど、これちょっとシークレットが当たってしまったので、一応、ぼやけさせておきます。
私的にはすごく嬉しかったですね。ええー、これなんだっていうのが当たりました。嬉しいですね。応募用シリアルナンバーが書かれた紙になります。あとラバーキーホルダーは、はやぶさが当たりました。なので、小町はやぶさシークレットがあるんですが、小町以外の2つが当たったっていうことですね。十分被りとかも考えられるかなという形だったので、ばらけてよかったかなと思います。シークレットが何なのかっていうのが分かったのも嬉しいですね。今指で隠してるところにシリアルナンバーがありましたので、山手線のプラレールも応募しちゃいました。今回この動画はここまで。皆さんもプラレールスタンプラリーやってみてはいかがでしょうか。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。